ショプロン・エーベンフルト線は、JL ショプロン・エーベンフルト鉄道の鉄道線の名称である。路線番号は512。この路線と、JL ショプロン線はドイツ語では共に、ラープ線とも呼ばれる。ウィーンとブルゲンランと州を結ぶ役割を担っており、また、オーストリアとハンガリーの両国にまたがる路線でもある。1872年10月15日 JL。ジェール エーベンフルト区間の建設許可が与えられ、1879年3月、ショプロンエーベンフルト区間の建設工事は開始された。1879年10月28日、この区間はに、JL ショプロンエーベンフルト鉄道より開通された。この会社は1875年2月1日株式会社に転換された。第一次世界大戦の終戦とハプスブルク帝国の 解体ンゴオーストリア政府はジセブ株式会社の許可承認官庁として登場した。ジセブ開通100周年記念表示版1959年から2つ国で貨物の輸送量が増加して1972年にはディーゼル機関車がこの路線で貨物輸送部門に投入された。1988年5月27日、この路線は電化されて、それは 最後の蒸気機関車が運行された以来およそ10年後の出来事だった。電鉄システムの特徴は他の国内鉄道路線と違ってハンガリーの 25KV、50Hz のシステムが導入されていることである。2008年から2016年までブルゲンラント州内の駅と停車場は改修され、高さ55センチメートルの乗降場が新たに設置された。 特別快速と快速について説明する。全区間はオーストリア東部地域運輸連合の管轄下にある。以下では512号線の駅と営業キロ、停車列車、接続路線などを一覧表で示す。ありがとうございます。